大分市浜埋石湿度細型銅剣銅剣とは、青銅で作成された剣。湿度は、世界的な広がりを持つ。日本における銅剣は、弥生時代の初期に、大陸より伝来と言われている。伝来時の銅剣は、細身で、鋭いデザインである。日本考古学では、初期のものが武器として考えられ、巨大化した後期のものは、再起と考える傾向がある。 もっとも、ギリシアの制動武器発展の過程を見る限り、制銅は硬い代わりに脆く、細く鋭いデザインでは壊れやすくなってしまい、実戦で使用するならば逆に巨大化し打撃によって、相手にダメージを与える方向に進化すると考えるのが妥当である。その後、日本でも、銅剣の鋳造技術を発達させ、弥生時代を通じて盛んに製造されたが、すぐに、鉄剣も伝来した。 大陸や朝鮮と違って、到来の時期的な差が少ないため、銅剣が戦場で使用されていた時期は比較的短いとされる。また国産化は鉄の方が早かった。そのため鉄剣が主流になってからは、銅剣は次第に主に儀式に使用されていったと考えられている。弥生時代の青銅器としては銅卓が著名であるが、これが 近畿地方から多く発見される再起であるのに対し、同剣は九州地方、中国、四国地方などに特に濃密に分布する。儀式などで使用されるにつれ大型化したものと考えられ、形も徐々に変化した。現在では、作成時期により3種類に分けて、初期は細型、中期が中細型、後期が平型と変年分類されている。 種類としては、夕柄道剣や金色道剣などもある。滋賀県の上御殿遺跡で出土した層関津か頭探検は、中国河北や内モンゴルに分布するオルドス式道剣に似ており、朝鮮半島での出土例はないことから、中国から日本海ルートで流入した可能性がある。島根県出雲市にある広人国遺跡では、史上最多となる358本の道剣が、 発見された。公人国遺跡で発見された道件は、最使用のものと考えられている。公人国遺跡近くにある、公人国博物館はもともと集落の遺跡があった、土地に建てられた。ありがとうございます。